どうも、さささぐれです。今日はですね、クリスマスだったということで、ちょっと前に自分に誕生日プレゼントじゃないわ。クリスマスプレゼント買ったんで、その紹介をしようと思います。はい、ってことで、早速出していきます。ブルーッシューン。はい、これ何かわかる人いますか ?3、2、1。はい、ってことで、ドクターマンチンのね、革靴を買いました。イエス !We can do it! 早速中を開けていこうと思います。これですね。こちらですね。これもね、何回か履いたんですよ。実は。さっき開けたわけじゃなくて。商品名が、コア1461って書いてあります。ブラックプラスブラウンアブルッツ。ごめんなさい。商品名間違ってたらごめんなさい。ちょっと、概要欄に名前書いておきます。税抜き2万1000円ってことでね、結構、まあ、自分的には大きい買い物ですね。結構ね、見た目、でも気に入っちゃって、履いてもこれやって思って買ってしまいましたね。どうすかこの美しいフォルム、天才的でしょ。後ろもね、こうやってちょっとブラウンが入ってて、これがまた渋くていいかなと思いますね。こちらのね、ブラシとオイルも一緒に買いました。見えてるかな。 YouTuber っぽいことしていいですか、これやってみたかったよね。ピント合ってるか分からないけど。はい、ってことで、めちゃめちゃいい買い物したと思います、個人的には。これね、何がいいかっていうと、やっぱ、このね、今までスタン・スミスっていうアディダスの靴を履いてたんですけど、なんかこれにしてから、堂々とね、なんか、すごい気持ちよく歩けるようになりました。何がいいってね、やっぱ、なんかね、一歩一歩自信を持って踏み出せるようになります。これっていうか、やっぱ革靴がいいのかな。次の動画でね、この革靴を履いて良かったこととかあげたいと思うんで、楽しみにしてください。ってことで、今日はこれを買ってみたっていう動画でした。もうね、名前つけてもいいぐらい気に入ってます。 SNS もよろしく。